はい、手巻きタバコ喫煙動画始めていきたいと思います。今回吸うのは、はい、チェ。これ値段いくらだっけ、550円ぐらいだっけ。これ 25g 入りのやつですね。こちらですね、かなりネットでは評判が良くてですね、 25g というね、低価格の25g というか少なめの量なんですが、まあ低価格で手に入る上に、ナチュラルテイスト、香料無添加となっており、さらにこのペーパーが非常に普通についてくるペーパーの中で多分最高にいいペーパーを使ってるらしくですね、非常に評判がいい、至れり尽くせりで初心者の向けの最強ではないかと歌われているほど、素晴らしいペーパーを使っている。うわぁ、薄い。極薄ペーパーだ、これも。漂白極薄ペーパー。これは初心者にはね、優しい価格と、ペーパーも非常に買わなくていい上に、ものすごいいいペーパーがついてくると、2ちゃんでも大評判でした。うん、それではね、吸っていきたいと思います。ちょっと粗いかな。ちょっと削りっていうか、幅が粗い。ちょっと粗めのシャグですね。若干。ドラムに比べると、若干粗いかな。ちょっと太めの、刻み葉。まあね、手巻きタバコはね、ローラー使わないで巻いてる人もいるんですけど、俺、不器用すぎて負けたことが、まともに負けたことが一度もないというか、もう完全に諦めて普通にローラー使って巻かないと。まともに巻けない。よう巻けるなと。全然巻けないです。諦めた。手巻きかっこローラー巻き。うん。いいっすね。それでは吸っていきたいと思います。うん、うん、ちょっと辛いかな。うん。うん。香りもおとなしいですね。香りもおとなしい。でも結構。ドラムに比べると、やっぱり、若干重めですね。うん。香りもなんか、ドラムに比べると、全然、こう、いい香りっていうよりも、タバコの香りっていう。うん。若干辛め。うん。うん。これはやっぱ無添加だけあって、この、
無添加っていう、このタバコっていう味わい。が、しますね。無着色、無香料。この無香料っていうのもでかい。結局無香料だからこそこのオリジナルなこのタバコの存在感、タバコの味わい。これどういうタバコ場を使ってるのかちょっとわかんないんですが、うん、まあこういうのもね、無添加タバコはやっぱりこの無添加さがもう何にも混じりっけないこの無添加さが売りですから。いやでもこのペーパーもいいね。本当に一番ダメなペーパーは俺個人的に今までで買ったついてきた中でだとなんだろうな、まあ、やっぱコルツかな、コルツペーパーで、あとひどいのがこのリズラーオレンジっていう、これドラムについてきたやつ、これもひどいらしいんですよ、噂によればものすごいひどい、評価がひどいらしいです。もうまだ使ったことないから。もう見た感じめっちゃ紙厚で、まあコルツと同じような匂いがするんですけど。まあ多分これダメだな。俺も見た感じ。やっぱ薄いやつじゃないとダメだ。ジグザグは、評判高いですから。ホワイトね。とりあえず、いいのがなかったら、とりあえずジグザグのホワイト買っとけっていうぐらいらしいですから。ああ。まあ、時点であとドミンゴの、あれかな。ペーパーかな。まああれカットコーナーだったんで、まだ許せますけどね。カットコーナーはやりやすくていいんですけど。うん。でも、まあ、コクとしてはまあまあ、ちょうどいいぐらい、っていうか中くらいぐらいですかね。ゴールデンバージニアとかに比べると、やっぱコクが足りない。まだゴールデンバージニアの方が重い部類ですね。これは。うん、まあこれ550円だったかな、なんでまあ全然お試し無添加タバコシャグ、のお試しには持ってこいでしょ。ただやっぱ個人的にドラムの方がうまいな。うん。タバコっていうタバコの味なんで、なんか逆に面白みがなくて、
うーん、っていう感じはするんで、ちょっとあれですね、微妙ですね。まあでも全然。まあこういうのはこういうのでありだなと。確かこれキューバ産だったよな。キューバのタバコば使ってんじゃなかったかな。まあチェのこの、チェのこの顔の人？これが確か、キューバの英雄だかなんとかかんとか、ってのは聞いたことがあるんで。まあ、個人的には、まあ普通かなって感じかな、俺は。まあでも、いいんじゃない？これは三つ星です。ご視聴ありがとうございました。